はい、手のひらゆかともみの木ひかるです。はい、はい、皆様どうもこんにちは。イエーイ。なんか今日すごい盛り上がりじゃないですか。やっぱ聞こえるよ今日ね。はい、今日実はなんと宝塚オフ会 in 東京の公開収録中でございます。皆さん、あ、すごい、ありがとうございます。このカメラの向こうにはあの7名の勇者が勢ぞろいしておりまして、そうですね、本当にありがたいことに集まっていただいて、本当にありがとうございます。はい、今日のお題ね、お題としたら、そう、いろいろ考えたんですけれども、うんうん、やっぱりあの宝塚のオリジナル作品で、はい、三大オリジナル作品ってやっぱあるじゃないですか、言われてるやつ。言われてますよね。まあまあベルサイユのバラですよ。風と共にされるんでしょ。はい。で、あと1個なんやと。わかる方いらっしゃいますか。はい、歌方の声だ。言うっていうね、聞いといて言うっていう、あの歌方の声って初演が、うん、あの浅見礼さんですよね。あ、ちなみに浅見礼さんの歌方見たことあるよっていう方、あ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 、すごい、3名もいらっしゃいます。素晴らしい。それだけでちょっとすごいって、ね、大興奮がありますね。はい、まあ、幅広くいろんな方が、うん、やってます。知ってる作品なのではないかと思って、歌方の恋なんてどうかなと思って、ね、なんですけれどもですよ、はい、まあ、私たちはやっぱり90年代ということなので、うん、あれですね、何ですね、まあ、あの時紫苑優さんがそう、あのお怪我をされてて、宝塚の方はね、あの出られなかったっていうので、そうやった、まあ、大役で浅地咲さんと白木彩香様が、うん、あ、この中で清さんの歌方見ましたよっていう方は素晴らしい、いらっしゃるんですよ。すごい素敵、見てないんですよね。見たかった、これは本当にもう今でも見たいね。まあでもまあまあ、はい、私たちが今からお話しするのが、まあ、浅地咲さんと白木彩香さんが2人主演されてたっていうバージョンの歌方の恋、はい、やっぱりね、浅地さんがかっこいい。何よ、あの白い軍服やばくない、やばいやばい、あの なんていうんですか、等身バランスの美しさというか、あの立ってるだけでちょっとおー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 って震えが来る、ね、だってあの最初のダララララララってなってあのミラーボールがぐる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 って回り出した瞬間にもはっはいっていうなりますよね。やっぱほら皆様めっちゃうなずいてくださってる、今日嬉しいわ、なんかすごいそういうレスポンスがちゃんと返ってくるから嬉しいわ。セリフよ、何よ、来週の月曜日旅に出よう、あなたとご一緒のどこへでも言える、言え言えます。しかもた、ね、旅に出よう、ね、でもやっぱあの柴田先生 の、うん、やっぱ脚本の、ね、セリフ の、 あの美しさっていうのは本当に素晴らしいなって毎回思いますね。素晴らしいね、うん、ジャン・サルバドルのね、ミノルコウ様とかもやっぱりあのね、軍服がお似合いになるのよ。そうやね、でもタラララランタラララランみたいなバレエの踊るじゃないですか、タッタッタンみたいな、あれがね、やっぱノルさんバレエ美しいから、美しい、あ、美しいなって思うあ、いいなって、なんかあの綺麗綺麗に踊られる軍服で、そう、ね、軍服を乱すことなくね、うん、綺麗、あれがすごい好きです、うん、好きですね。見ててさ、いろいろ思ったけどさ、うん、エマ直樹さん若かったよねなんかびっくりするよ、夏美桜さんとか。夏美桜さん、でも夏美桜さんあんまり変わらへんよ変わらへん、あの、ちゃちゃ、あの昔から渋みがあるっていうことね、昔からの渋さがもうご健在である、あるあるある、あ、めっちゃ悪い人やフリードリッヒでしたっけ、違う、すいません、思ったのが声でやっぱりすぐ分かるっていうじゃあちょっとつぼってる人がいてんだけど聞いただけで、あれ、あれ、この声は、うん、はぁ、山直樹さんこんな役を知ってらっしゃったのだって今思うとね、あの当時はあんまりそこまでちゃんと注視ちゃんと見てなかったので、うん、あ、なんかいつもね出てくる名前の人一緒なんですけど、純平さんです、うん、純平さん純平さんのあの迫力がさすごいよね、怖い、エヴァとか言いながらあのこのね、メス界の駒使いの子いつも呼ぶけど、もうそのなんかエヴァって言うのですらちょっと怖い、あの駒使いには絶対なりたくないと思う怖い、ほんまに貫禄がやっぱりあったね、すごい、あのなんか最後の舞踏会で、うん、
あのマリーのところに行ってやって行くやつみたいな感じで、あの何も言わずに立ち去る。そうあった。セリフを喋らずに、威圧感を出せるっていうのは、さすがですよ。やっぱりすごい芝居力のある方、やっぱと思いますわね。でまあまあ、あのルドルフとマリーだよ。そうですね。さあもうさ、あのお手紙の場面とかあるじゃないですか。じゃあんなんできます。ちょっと久々見たらちょっと恥ずかしかった。いやでもあれをできてしまうあの可愛さ。そうやね。すごいよね。彩香さんやっぱりさ、可愛い役もできるし、やっぱ大人っぽい役もできるやん。ね。いいなあれ。あの手紙の場面は、しかもあのピンクのなんかすごいお衣装で、そう交代したのがお手紙をくださったのみたいなやつ、なやみたいな。もういやすごいわ、しかも可愛い。でもやりきらないとね、もちろん。そうやりきらないと見てる方が恥ずかしくなるからね。あとあの覚えてるのさ、あのちょっと恥ずかしいとかあるやん。あ、恥ずかしいつながりやろ。そうあるやろ、狼男ごっことばれじゃないの。もういいかいってやつ、隠れ まだでございますわみたいなやつね。じゃあ私はあれはやっぱり今見てもちょっとポッてなるというか、ちょっと恥ずかしいよ。でもあのこれをお稽古場でやってらっしゃる二人はどんな感じだったんだろうかっていうのをすごく思うよねあれ。だってこの男役さんの膝の上にこうガッガッコン乗ってぐるぐるみたいな、ねえ、やってはったね。でもこの至近距離でずっとセリフを言わはるやん。言ってる恥ずかしいわ、ね、誰だっけ、あのトップさん誰だっけ。マリコさん今しめさん出てきた。しめさんちゃうわと思って見てないわ。しめさんね、マリコさん。そう、あのすごいあの何スマートさがね、マリーをさ、最後のシーンのベッドのところのさ、こう、横たえるところね、寝てマリーがこう、あのとこも全部違ってさ、やっぱり一番マリコさん、何よこうなんかさ、こうなってここにマリー来るやん。でこうやってなんか目を閉じてみたいな、なんかでこうトントンやってる手がいいんですよね、まだね、こうトントンがやってたで寝て、それをこうこっちか、そうこうなんか頭支えてこう寝せてあげるじゃないですか、あのスマートさ、もう慣れてるなって思うもんね。でもやっぱりルドルフってね、女遊びしてはったやろうから、そこそこちゃんと、ね、ちゃんとそう女遊びしてはったからそういうところにあのこういうね、綺麗に寝かせてあげれるっていうスマートさが出てる、包容力がすごく出ててね、マリコさんはその一つ一つの動作までが綺麗、手が綺麗、大きいし、美しかった。ほら彩香様のさ、よくこうやってお辞儀する時のこの首のこの角度が素晴らしい。綺麗やったわ。あなたに言われてみたらめっちゃ綺麗やった。なんかね白鳥が湖の上で首をこう倒ってる姿みたいやっていう風になんか表現、誰かが当時されてたのをすごく覚えて、で私ほら言ってたよ、彩香さんの時にさ、なんか動いてポーズの時になんか動いてるって言って、あーポーズで終わらないっていう話を前回したやつね。あれ見てた、めっちゃ動いてた。せやろ、動いてた。めっちゃこうしたよ、なんかこうやってなんか動いてた、肩がこうちゃんと上下になってるでしょ、唇も動いてた。そうなのよ、あれよ、躍動感がなんか、そうやねあれはすごいよかった。あれなかなかこんな大きい袖の衣装も似合わへんよ、青いドレスの時、そうあれもちゃんとこう前に見えるようにしっかりと肩を下げてね、やってはったね。マリーの着てるお衣装全般に好きなんですよね、かわいい。で途中で黄色のやつとかなんか脱ぐじゃないですか、なんで脱ぐんとか思うけど、でもあの脱ぐ感じのが可愛い。可愛いね。あれ可愛かったわ。もう最後のさ、あの、ジャン・サルバドルに宛てた手紙とか読むやん。もうあそこからあの最後のね、お二人がウェディングドレスと白軍服で、そう来た。あそこにかけてがもうね。また肩の声でね、皆さんが知ってる限りでね。これ名場面、ここがツボですみたいな、あの90年代に限らずいいですよ、あの何でも喋って、浅見玲さんのあの時のあの目線がとか、あのこの角度がみたいなのがもし
あったらある方、はーい、はい、あ、はい、どうぞ。お願いします。自分の結婚した時に全然刻んだんです。ああすごいすごい、刻んだんです ね, ですねすごい、それはあのお伺いしていいのかしら、結婚した日を刻んだのか、それ以外の日を刻んだのか。結婚した、結婚した衝撃的よね、あれ恥ずかしいですよね、恥ずかしいですよね、あれ。わかります、そうですよね。しかもその前にあの清らかなままで置こうとした使うよ、自ら破ろうみたいな、ペドルフ、ペドルフみたいな感じでね。あれもちょっとドキドキ、確かにあれある意味恥ずかしめですよね、あの指輪の着付け。すごいよね、あれ。あ、でもさすが宝塚は素晴らしいです。ありがとうございます。ありがとうございます。初演ってどうだったんですか。ていうか初演のマリーって誰、はるかクララさん、はるかクララさんの人も美しい、綺麗、お人形みたい、彫刻のような、なんか顔立ちされてて、ハサミレイさん今でもかっこいいじゃないですか。かっこいい、あの人があのルドルフ、かっこいい。ハサミレイさんがルドルフをやったら恥ずかしいことにはならないんですか。ちょっとあのちょっとあちょっと恥ずかしい、ちょっとみたいなことにはならない。じゃあなるほど、なんかいけないもん見ちゃった扉を開けてしまったからいくつかそういうのあると思うんですけど、すごい、あるね。親子では見てはいけない宝塚ありますもんねでも、わかります。多分、ね、すっごい浅見玲さんがどんな感じだったのかっていうのを見たい。あんま映像に残ってないの。あんまり見たことないです。ないのかね、やっぱないのかな。あの羽ばたけはねギリあるんですよね。また今度やられますけどね、ゆきこさん楽しみですねあでもまあそんな歌方の声でございますけれども、やっぱりあれはあの秘伝物って、うん、なんかいいね、いいですね、うん、やっぱなんかちょっと心に残るというか、そうですね、あのザ・宝塚というか、うんうん、あれは外の舞台ではなかなかできないよ。そうですね、ややいやよ、あの普通のリアルメンズにあの誓いを自らやるリアルすぎてもなんかもうちょっとそれこそもうズズンってなるから。そうやね、やっぱ宝塚夢の世界リアルっていうのは素晴らしい素晴らしいね。それでは、はい、締めます、締めます手のひら優雅ともみの木ひかるでした。じゃあねー、ありがとうございます。